二日酔いですけども、まあ大丈夫です。左方向です。ようこそ。特命係。何ですか今更。僕は半年前から特命係の一員ですけど。そうですかね。ところで、ガンベ君。はい。今夜も飲めそうですか。はい。はい。暇か。ゆんべ飲んだね。いいね。相変わらず暇そうで。まもなく左方向です。本当の前かもしれない。夜は謎の運転手帳。左方向です。この先渋滞しています。この先しばらく道なりです。形跡がありません。あれはサンドイッチだ。相棒劇場版3。こんにちは。ニュースをお伝えします。東京 JR 有楽町駅近くで起きた火災で、およそ6時間にわたって運転を見合わせた東海道新幹線などが運転を再開しましたが、現在もダイヤの乱れが続いています。今日午前6時半ごろ、東京有楽町でパチンコ店から煙が出ていると通行人から JR 有楽町駅の職員に連絡がありました。一時線路周辺にも煙が立ち込め、 JR 山手線や東海道新幹線などが運転を見合わせました。発生から6時間近くが経った正午前、東海道新幹線、山手線、京浜東北線が順次運転を再開し、午後1時前にほぼ火が消し止められました。 JR によりますと、東海道新幹線の上りと下り合わせて106本が運休し、 U ターン客にも大きな影響が出ました。警視庁は明日現場検証を行い、出火原因を詳しく調べる方針です。熊本県阿蘇市で住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。ちょっと来てから火が上がったので、そのことは気が向いたんですね。運転していないお母さんって中に入っていったからですね。火事があったのは、熊本県阿蘇市の山部寛子さん86歳の住宅で、警察や消防によりますと、今朝8時50分頃に通報があり、木造2階建ての住宅1棟を全焼。焼け跡から2人の遺体が見つかりました。現在、山部さんと隣に住む山部さんの娘婿の吉岡道夫さん68歳の行方が分かっていません。吉岡さんは山部さんを助けようと家の中に入っていったということです。警察で遺体の身元の確認を進めています。大阪でも未明の火災が相次ぎました。守口市ではベランダから飛び降りたとみられる住人の男性が死亡しました。午前3時過ぎ、守口市川原町のワンルームマンションから火が出て、6階の一室およそ13平方メートルが全焼しました。